はい、もともとタブっていうと、AWS さんと一緒にミーティングやってたときに、なんか面白いことできないかなって思ったっていう、まあ、ただそれだけなんですけども、デジタル競争本部では、AWS を使ったプロジェクトっていうのは複数ありまして、AWS ってすごく重要というか、これから DX の、鍵となると僕は思っていて、実際にいくつかのプロジェクトでやってるんですね。で、その、僕もそういうプロジェクトに入ってまして、AWS の実装を進めるんですけども、やっぱどっかで引っかかることがあります。そういった時に AWS さんに相談して、ここ教えてくださいって、相談することがよくあるんですけれども、その相談するときに、AWS さんからこうした方がいいんじゃないですかと言ってくださるときに、それがすごく学びというか、価値のあるものだと感じることがあります。で、何か面白いことやりたいなと思ったときに、あ、そういえば、この AWS にそうやってる相談会っていうのは、自分たちが学んだことをアウトプットして、それをフィードバックしてもらっている。要は、学び合い、教え合いの場だなと思って、これがすごく価値のあるというか、重要だなというふうに感じています。で、こういったものを旭化成の中で作りたいなと思っていて、世間一般を見ますと、JOSUG という、ジャパン AWS ユーザーグループというものがあるんですけれども、そういったところで実際にアウトプットして、学び合い、教え合いをしている場っていうのはありますね。じゃあ、JOSUG で発表すればいいだけなんじゃないかと思われるかもしれないんですけども、それって旭化成的に言うと、毎回大概発表申請しなきゃいけないとか、ちょっと手続きになったり、これってどこまでコンフィデンシャルとかっていうのを考えなきゃいけなくって、少しハードルが高いんですね。だから、社内の中で教え合って学び合える、そういったコミュニティがあれば、AWS を使えるようになって、それが DX 推進につながってくる。という、そういった、良い、サイクルが、生まれるかなと思っていて、このコミュニティを立ち上げました。はい、旭化成の皆様と日々会話する中で、旭化成様内で AWS に関する情報を共有する機会が少ないことや、AWS に興味があっても、どこから始めればいいのかわからないなど、様々なハードルがあることを伺うことがありますが、それらを解決するのがアウェイクンです。他の人から学び、他の人へ教えるという好循環を AWS ユーザーコミュニティである JOSUG など他のコミュニティで見てきましたので、アウェイクンでも同じように皆様がアウトプットし合う場を提供することは DX を進める組織を作る上で価値のあることだと考えております。 AWS メンバーはそのような好循環を作れるよう、コミュニティの方向性や活動内容についてのアイデア出しを事務局メンバーの皆様と共に行い、サポートさせていただいております。さまざまなアイデアを形にするまでのスピードを加速できるということが AWS を活用する大きなメリットの一つです。オンプレミスで IT リソースを導入する場合は、一定期間利用し続けることが前提となるため、初期費用がかさむことに加え、事前にどれぐらいのリソースが必要になるのかを見積もることが求められました。また、納品からセットアップを完了し、サービスを実際に使えるようになるまでに長い時間と労力も必要でした。 AWS では、ブラウザや API 経由の操作により初期費用をかけずに、わずか数分で IT リソースの用意が可能となりますし、後から利用料を柔軟に変更することも可能です。また、現在 AWS では200を超えるサービスを提供しており、2021年には単年で3084回のリリースを実施するなど進化を続けています。まずうちでせっかくコカフェっていう場所があるんで、そこで何かやりたいよねっていうの でその中で、AWS 使ったことない人がなんか AWS を使ってすごいサービス作れたら面白そうじゃないっていうアイデアが出たんで、じゃあそれをやってみようみたいな。で、それでもともと MR、薬の営業っていうんですか、やられてる前田さんっていう方をお呼びして、その前田さんが実際にフルスクラッチで Web のアプリケーションを一人で作るみたいな
まあ、その様子をみんなに見てもらうといったイベントがありました。その前田さん自体もともとデータベースとか、まあ、プログラミングももちろん知らないっていう状態で、ウェブのチャットツールみたいなのを前田さんが1時間2時間ぐらい作って、作ったそのウェブアプリを公開して参加者のみんなにチャットをこう打ち込んでもらう、まあ、そういったイベントがありました。まあ、プログラミングとかって結構苦手意識持ってる方多いかなと思ってて、そこのマインドセットを変えたいというのがちょっとあるんですよね。まあ、今このアウェイクンってイベントは MR の前田さんをフォーカスして、まあ、前田さんの成長ぶりとかをこう見てもらってるような、そういったイベントになってるんですけど、まあ、そういう前田さんの成長ぶり見て自分もやってみようみたいな、でそういった思いに変わってもらって、どんどん手を動かして、なんかこういうクラウドの技術を使って、まあ、アプリを作ったりとか、あるいはそういった方たちがこういったプロダクトとかアプリ作れたよっていうのをこのイベントを通して発信してもらうことで、まあ、そういう技術が分かる方々が増えてくることで、旭化成でエンジニアとして働きたいっていう方たちもいっぱい集まってくれたらいいなと思ってます。お互いがお互いを刺激し合って学び合う、そういったコミュニティにしたいなと思っています。今後もクラウドサービスの枠を超えて、旭化成様の DX 推進を支える組織づくりなど、幅広い領域で皆様と共に歩んでまいりたいと考えております。AWS を活用することで、例えば多様なニーズに対応するデータ基盤を構築したり、機械学習のような最先端のテクノロジーを利用して、さまざまなイノベーションを実現することができます。ゆくゆくは、社内にそういうエンジニアがどんどん増えてきて、でもっと外からも、まあ、旭化成で働きたいって言ってもらえるエンジニアが集まるような、まあ、そういった会社にしていきたいなというふうに